私のラッキーアイテムはパジャマです。なんかジェラピケのモコモコ系のパジャマじゃなく、じゃないんだめっちゃテロテロの方の、なんかもうめっちゃパジャマやんみたいなパジャマ。いい、そう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 、それを着て寝るのが自分のとってなんかいいこと起こりそうだなっていう感じです。私のはですね、ひよこグッズです。何、ひよこグッズって。私ね、今日持ってきてるんですけど、そこにあるやつちょっと見たい。持ってきていいですか。どうぞどうぞ。もうね、黒くなっちゃってるんですよ、使いすぎて。使いすぎて黒くなっちゃってる。ちょっと汚ね。そう、ちょっと汚ね。もうね、1年ちょい使ってる、この中に何したらこんな汚くなって持ち歩いてからこうなっちゃって。そう、でも本当にずっと使ってるやつ。ひよこだったら何でもいいんだ。なんか、もともと私が前にやってたキャラクターすごいひよこが好きで、そういうキャラクターをずっとやってたら私もなんか好きになっちゃって、完全に引力でもう惹かれちゃったっていう形なんで、これ以外にもいっぱいうちにはいるんですよ。クッションとか枕とかも結構割とひよこ多いんですけど。チキンラーメンとかも大好きだ。あー、ひよこ好きですね。あのひよこあのフォルム最高ですよね。だそうです。ミニチュアフリーペーパーのナイスガイ、六本木俳優座劇場にて3月8日から3月12日までぜひ見に来てください。お待ちしてます。やった、揃った。